村重アンナ、眉毛に届きそうな、超パッチリまつけに驚愕の盛大ブレイク中も、松本人志への苦言、炎上余波続く。元ウト48でタレントの村重アンナ、25、が5月20日に自身の X、Q ツイッター、を更新。まつ毛眉毛に届いちゃうよ、ん、というコメントとともに、眉毛に届きそうなほどの長い、超パッチリまつけが印象的な自撮りをアップし、驚愕の声が上がっている。 村重のポストには、めっちゃかわゆい村尾もいつまでも見つめていたい。マジですごすぎる涙袋もぷっくぷぬ。村重ちゃん、パッチリ、バチバチやん。などの驚きや絶賛の声が寄せられている。村重さんは昨年12月に発表された2023ブレイクタレントで6位にランクイン。呼び出し先生田中、や、 オールナイト・フジコ、ポカポカ、すべてフジテレビ系などバラエティ番組で大活躍中で、テレビで見ない日はないほど。おバカで明るいキャラが若い層にどはまりしていて、イベントにも引っ張りだこ。家族仲の良さもよく話題になりますよね。ただ、ダウンタウン松本ひとしさん、60のスキャンダルにコメントしたことで、一部の松本さんファンからはいまだに苦言を呈されてしまっています。ワイドショー関係者。 女性に男女の関係を強要したなどと、週刊文春、文藝春秋に報じられた松本。松本は記事内容を完全否定し、発行元の文藝春秋などを相手取って5億5000万円の損害賠償や訂正記事の掲載などを求める裁判が進行中。第1回口頭弁論が3月28日に行われ、次回は6月5日にオンラインで行われる予定とされる。